皆様、こんにちは、テクノアイです。今回の番組では、無料で使用できる、高機能動画編集ツールをご紹介します。その動画編集ツールは、マイクロソフトクリップチャンプです。カットや結合、切り抜きなどの通常の動画編集機能のほか、メディアファイルからの文字起こしや、人工音声による読み上げ機能もあります。 これ一つで十分な動画編集機能があると思います。クリップチャンプは、Windows 10または Windows 11用のアプリ経由で使用したり、Edge または Chrome ブラウザー経由でも使用できます。今回はプリ版を使用してご説明しますが、ブラウザ版でも同じことができます。ブラウザ版の URL は動画下の概要欄に記載しておきます。当番組では、 YouTube の日本語と英語の字幕を設定しています。専門的な用語や聞き取りにくいところがありますので、ぜひ字幕をオンにしてご視聴ください。それでは早速ご紹介いたします。はじめに AI で作成した27秒間のショート動画をご視聴願います。この動画を使用して編集方法をご説明します。タイトルは透明人間です。 突然の雨。傘を持っていない私。つぶ <laughs> 濡れだね。風邪ひくよ。乗っていかないかい。彼が傘を持ってきてくれたから大丈夫です。もしもし、私もいるんですけど、みんな、私が見えないのかな。それでは、 この動画を使用して文字起こしをします。画面右上のキャプションをクリックします。メディアのトランスクリプトを作成するをクリックします。言語に日本語を選択し、不適切な表現や不快な表現をフィルター処理するにチェックします。メディアのトランスクリプトを作成するをクリックします。しばらく待つと、トランスクリプトにテキストが現れます。 このテキストはコピーできます。トランスクリプトの枠内をクリックし、コントロールキーを押しながら A キーを押して全体を選択し、コントロールキーを押しながら C キーを押してコピーします。メモ帳にコントロールキーを押しながら V キーを押して貼り付けます。これで文字起こしと字幕ができました。いかがだったでしょうか 簡単に文字起こしができました。今回は動画ファイルを使用しましたが、音声ファイルから文字を起こすこともできます。議事録の文書化など、ビジネス用途にも使えそうですね。次に、作成したテキストを人工音声で読み上げます。それでは、実際にやってみましょう。画面左側の、録画と作成ボタンをクリックします。 一番下の音声変換をクリックします。タイムライン上に新しいテキスト読み上げが現れますのでクリックします。画面右側の新しいテキスト読み上げで言語を日本語に設定しお好みの音声を選択します。テキストの枠に先ほどメモ帳にコピーしたテキストをコントロールキーと V キーを同時に押して貼り付けます。改行を入れたりして文章を修正します。 プレビューを押して音声を確認します。突然の雨。傘を持っていない私。ずぶ濡れだね。風邪ひくよ。乗っていかないかい彼が傘を持ってきてくれたから大丈夫です。もしもし。私もいるんですけど、みんな私は見えないのかな他に修正する場所がなければ、保存をクリックして音声に変換します。 いかがだったでしょうか簡単にテキストを読み上げることができました。なお、外国人の音声で日本語に対応しているものもありますので、いろいろと試してみてください。この後、動画のカットと結合、テキストや音楽の使用、横型画面から縦型画面の切り抜き方法などについてご説明します。それでは、実際にやってみましょう。 編集する動画ファイルをドラッグしてクリックチャンプにドロップします。さらにタイムラインにドロップします。タイムラインはプラスとマイナスで拡大と縮小ができます。突然の雨。傘を持っていない私。動画のカットは、ハサミをクリックして範囲を選択し、削除をクリックします。 突然の雨傘を持っていない私つぶ濡れだね風邪ひくよ乗って行かないかいシフトキーを押しながら複数の動画を選択するとトランジションが現れます動画の切り替え効果をつけることができます今回はクロスブラウを選択します突然の雨傘を持っていない私 つぶぬれだね。風邪ひくよ。テキストを入れるときは、画面左側のテキストをクリックします。テキストの種類を選択できます。今回はプレーンテキストを使用します。プラスをクリックするか、ドロップしてタイムラインに追加します。テキストを変更します。今回は、透明人間、と入れます。 フォントの種類や大きさ、配置を変更できます。音楽を使用する場合は、画面左側のコンテンツライブラリをクリックします。音楽をクリックすると、コレクションが表示されます。 ダイヤモンドのマークがついているコンテンツは有料です。今回はサマーレインという曲を使用します。曲の横の三角アイコンをクリックして視聴できます。良ければタイムラインにドロップします。 動画に合わせて音楽をカットして削除します。ね、いい音楽の音量が大きすぎてセリフが聞こえないので音楽の音量を小さくします。 濡れだね。風ひくよ乗っていかないかい彼が傘を持ってきてくれたから大丈夫ですもしもし私もいるんですけどみんな私が見えないのかな動画と音楽をフェードアウトさせます。 もしもし私もいるんですけどみんな私が見えないのかな次に横型動画から縦型動画を切り抜きます画面表9対16の縦型に変更します動画画面をクリックし塗りつぶしをクリックします切り抜く範囲を調整します 画面の特定部分を切り抜くこともできます動画画面をクリックし「クロップ」をクリックします切り抜く範囲を設定して確定します動画画面をクリックし「塗りつぶし」をクリックします いかがだったでしょうか使用頻度が高そうな編集機能を抜粋してご紹介しました。クリップチャンプには、この他にも AI でビデオを作成する機能など、たくさんの機能があります。無料で使用できるコンテンツもたくさん用意されていますので、初心者の方でもお気軽に挑戦してみてください。当チャンネルでは、3DCG や AI、動画編集などに役立つ情報をご紹介しています。 また、健康に関する情報もご紹介する予定ですので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。またお会いできると嬉しいです。それでは皆様、ごきげんよう。